かほか大将。そう、大将なんだけど。今日お腹減ってるって言ってたからさ、とりあえずジャイアンっていうのと、あと社長、これが社長かな、日本のね、あのパワハラを揃えてみたんだけど、パワハラしてるでしょ。待って、これいくらだっけ。980円。おはようございます。朝日が眩しいですね。朝日が。これから渡良瀬渓谷鉄道っていうのに乗って。楽しみ。楽しみでしょ、うん、これどこまで行くか知ってる？日光。そう。よく知ってるじゃん。栃木県は日光まで行っちゃうんですよ。その渡良瀬渓谷鉄道って単線のローカル線なんだけど、はい、その後ローカルバスで日光に向かいます。はい。OK？ OK。電車って言ったら何？駅弁でしょ？ああ、駅弁ね。駅弁ですよ。電車ったら駅弁食べたくなりますよね。ってことで、その桐生のご当地の有名なお弁当屋さん調べたから。わ、ありがとうございます。今から買いに行きましょう。いえい。お腹減ってますか？お腹減ってます。なわけないでしょ。さっきいっぱい食べてましたよ、朝ごはん。ここかな？着きましたね。着きましたね。何ですか？お店の名前。ほかほか大将。そう、ほかほか大将ですね。ここオリジナル弁当、すべての弁当に秘伝のタレがかかっています、ね。何、うん、ですか？面白いのあります？全部が面白い。ヤマピー。ヤマピー。ハギ。ハギ。ハギって何なんだろうね。明太マヨネーズちくわ一本から揚げ。社長。社長。ね、ここ一番有名なのが某有名漫画のキャラクターの。ジャイアン。言っちゃったね。ジャイアンあるんで。ジャイアンを一つと、ジャイアン。はい。はい、あと、社長。社長。社長で。はい。ジャイアンと社長を一つずつください。わかりました。よろしくお願いします。何分ぐらい、何分ぐらいかかりますか？お時間15分ぐらいですか？ジャイアンと社長。はい。うわ、すげえ。これから、あの、鉄道、あ、渡良瀬渓谷鉄道でしたっけ？いいですね。駅弁食べたいなと。はい、駅弁？はい。ありがとうございます。大丈夫？気をつけます。ありがとうございます。これ4人、4人、まあ、一応俺、2人前を買ったつもりなんですよ。うん、え？ 2 人前じゃ、どころじゃないの？これ、ジャイアンいくらぐらいだったの？あれ？いくらだった？ 1000、ジャイアン1000円。1000円。すごい安かったよね。近くにさ、確かあの学校とか、桐生第一高校とかあってさ、高校生とかが多いからかな。あ、そういうのもあるんじゃない？でもすごい良心的ね、なんかすごい綺麗なお姉さんでさ、ね、当たりも良くてさ、そう、お店の人がね、ね、優しかったよね。ここは何？わかりません。水沼駅だ。水沼駅ですか。前、はい、行ってみます。トロッコの後ろか。はい。うわ。気持ちいい。何ですか？気持ちいい。気持ちいいですか？あの、寒いんですけど私。あ、半袖で。半袖なんですよ。穴開いてるしジーパン。行きますか？行きましょう。はい。似合ってますよ、今の、そのお団子は。暑くて。暑くて。外はめちゃくちゃ寒いけど。お腹すいたんだ。お腹すいたん？いや、じゃあ食べようよ。いただこうかな。
負担しきれてないじゃん。いや、これさ、これが普通なんだよね。何やってくれてんの？私は、とりあえず、お店の名前が、大将って言うんだけど。ふかほか大将。そう、大将なんだけど。いや、そんなにでしょ。いや、よしくお腹減ってるって言ってたからさ。とりあえず、ジャイアンっていうのと、あと、社長。これが社長かな？社長っていうのと、いや、ちょっと違うらしいよ。ちょっと違うらしい。そう、それがジャイアン。まあ、だから、日本のね、パワハラを揃えてみたんだけど。パワハラしてるでしょ。うん。あ。どう、うん、甘だれ。甘だれ、うん、あ、意外とでもなんかスッキリしてそんな。それでいくらするんですか？え、それそれで確かだいたい1000円。980円とかあったの。安いよね。大食い女みたいになってる。1km の飛び石。もう一回食べて。この顔滝は春の新緑、カタグリ。うまい。ただうまい。あ、こっち食っていいですか？じゃあちょっとヨシ君のランチャー買ってきてくれたやつ。鳥平の鳥飯。結構なんか有名なんだって言ったけどね。すいません、わざわざ遠いところ。ああ、ありがとうございます。ごめんね、カメラ向けられながら。もう食うことないでしょ。こちらの駅は列車が着くと同様度が流れます。うまい、うん、あったかいのそれ。下明太子、うん、あったかくはないんだ、うん、思ったより有名。待って、これいくらだっけ？980円。同じ値段するんだけど。何もどっち食べた。この車両の後ろより右手にはサービスカウンターがございまして、サービスカウンターでは渡らせ渓谷鉄道のオリジナルグッズ販売させていただきます。鳥美味しい。美味しい。よし君が、よし君のランちゃんがダッシュで買ってきてくれた。ありがとうございます。完食。いや、ロンちゃんすごい、一人じゃない、ほぼ。マト駅。渡良瀬渓谷鉄道の終着駅ですね、ここが。はい、雪が、山が、山々が。山々が。山々が。まあ、それはそうですよね、田舎ですから。まあ、ここから、日光まで、ローカルバス、さっき弁当食べまくって眠そうですけど大丈夫ですか？落ち着いてなんかご機嫌になりました。最後ね、食べきれなかったけどね。まあ、あれは持って帰って、スタッフが美味しくいただきましょう。まあ、スタッフっても俺なんだけどね。じゃあ、行きましょう。行きましょう。はい。よしくん、バス何時？13時38。13時38。うん。あと1時間。助けてくれわしゃポッパ屋か。早くねえか。早くねえか。はい、ね、いきなりのナレーションです。初めてのナレーションで緊張してます。お、緊張してますか？緊張してます。残念なことにね、日光行きのバスに乗り込んだあたりから撮影してるね、マイクの調子が悪くなっちゃったんだよ。悲しみですね。悲しみですや。マイクが急に倒れてジャイアンに突っ込んだ時じゃない？渡良瀬渓谷鉄道の車内の時な。まあ多分そうだわ。ジャイアンとマイクってセットみたいな感じだから
しょうがないや、のび太くん。誰がのび太くんやねん。そんなことより、バスから見える景色綺麗だったね。おお、綺麗だったな。動画には撮れてないけど、野生の猿とかいてな。雪も積もってて綺麗だった。まあただあなためちゃくちゃ寝てましたけど、本当に覚えてます？のび太くん。まあね、こんなグダグダした感じで今回の動画はね、終わろうかなって思ってます。すいません、消化不良で。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。